お願いします。安田さんです。よろしくお願いします。はい、お願いします。安田さんはカナダでスポーツ心理学を研究されているというちょっとかっこいい坊主の方ですけれども、自己紹介していただいてもいいですか。はい。今現在はアルバータ大学っていうカナダにある大学の博士1年目でです。はい。カナダに行ってどれくらいですか？もうカナダは計5年ぐらいですかね。なるほど。カナダにその行った経緯っていうのはやっぱスポーツ心理学を勉強しに行ったって感じなんですか？最初はその学部時代に交換留学して、でその時に心理学は北米の方が発展してるよっていうことを教授の方が結構幾度に言ってて、でじゃあ行こうってなってっていうのが、まあ、一番最初 の理由ですね。行ってみてその感覚っていうのはそうだなっていう実感ありますか？そう、特にその、まあ、スポーツ心理に関しては確かにそうかなっていうイメージはありますね。まあ、心理の中にスポーツ心理があるんですけど、そのスポーツ心理だけで、まあ、もちろん食べてってる人もこっちにはいますし、そういう意味では、まあ、スポーツ心理学、こっちもまだまだですけども、こう根付いているか、根付いている度合いっていう意味では、まあ、カナダの方が、根付いているイメージはありますね。なるほど。その安田さんが今研究されていることっていうのはスポーツ心理学のこういうことだよみたいな、その専門的な領域みたいなのもいろいろ細かく分かれてるんですか？そうですね、僕個人的にはそのスポーツ心理もそうなんですけど、こうパフォーマンスをどうやったら上げれるかみたいな話に興味があって、でスポーツだったらまあパフォーマンス当たり前なんですけど、その例えばお医者さんの手術どうやったら成功するかとか、パブリックスピーキングとかっていうのも結局パフォーマンスなわけで、例えば音楽のコンサートとかもそうですけど、そういうパフォーマンスを最大に発揮できるような心理状態とかっていうのを作り上げたりするのはどういうふうにすればいいのかなっていうのを、まあ、研究として扱ってるっていう感じですね、今は。めちゃくちゃ興味ありますね、それ。ってことはあれですよね、だから、まあ、もちろんそれがサッカー選手ならサッカーの試合にこうどうパフォーマンス上げるかってことにもなるし、僕なんかで言ったらちゃんと本番の中継でうまく喋れるようにとか、いい実況ができるようにみたいなのにもつながるわけですもんね。そうです、そうです。それはやっぱ方法論としてはだいぶこう確率っていうか、こうやったらいいみたいなのはあるんですか？一応そこがなんか僕がこうまだまだスポーツ心理学が発展していけるなっていうところが思ってるところで、なんかこうこれ例えばモチベーション上げるためにはこれをしましょうとか、不安を下げるためにはこうしていきましょうというのが今現在のスポーツ心理学の流れというか、で今そういうふうになっている中で、こう僕が今やろうと思っているのは、でもその個人個人には差があるから、その個人の差に応じたその介入の仕方をしていった方がいいんじゃないかっていうのが、まあ大雑把に言うと僕が今やろうとしていることなんですよね。個人差を加味しながら、大吾さんには大吾さんのこうやり方があるけど、それが他の人にはもしかしたら通用しないかもしれないからっていうのを、まあ今のところは僕がやろうとしてて、現在のスポーツ心理学だとなんかこう僕のイメージだとみんなに当てはまるようなことがありますよっていうのがあるんで、いやそうじゃなくて個人差を加味しながらやろうっていうのが、まあ僕がやろうとしてることです。はあ、なるほど。ってことはですよ、やっぱりその引き出しっていうか、こういう人にはこうだよとか、いやこうじゃなかったなこうだなとかっていうのがすごく求められるのはすごく経験だったり時間もかかりそうだなって思うんですけど、そうですか？やっぱりそうですね。だから、まあ、僕逆に言えばこういろんな理論を混ぜて、でそれをこう組み合わせながら、この人はこういうふうにやるからこうなるとか、
まあ、そういうこう場合分けみたいなことを今してて、うん、で、このこういう、まあ、言っちゃうとこういうタイプの人だったらこういうふうに感じやすいから、まあ、こういうふうにやったらいいよねとかっていうのをいろいろ今洗い出してるっていう状況ですね、はい、なるほど。なんかね、心理学っていうとやっぱり目に見えないものでもあるし、なんかそのスポーツっていうとなおさらいろんなね、なおさらなのかな、わかんないけど、いろんな要素も絡み合ってくるけれども、多分コーチの人も結構なんだろう、タッチしに行きたい、探し、その求めに情報とか知りたいけど、どうやっていいんだろうとか、まあ多分もしかしたら日本にそういうのがあんまりないから、なんていうんですかね、なんか調べに行き方も学びに行き方も何にも分かんないっていう、興味あるけど何にも分かんないみたいな人が多いかなとかって思ってるんですけど、どうですかその辺。いや、そうですね、確かにこう手の届きやすさで言ったらフィジカルの方がとかコーチングとかの方が今のところはあるのかもしれないですね。こう、うん、セミナーとかやってる人もあんまり、まあ知り合いでもいますけど、こうその 量としては多分そんなにないと思うんで、まあ、サロンにいたら僕がいますよって話ですね。サロンに来れば。今度ね、だからやってもらいますけど、そのモチベーションのところやってもらおうと思うんですけど、はい、なんていうんですかね、なんか どうなんですか、なんか大きく帰りなんかわかんない、そのカナダで学んでる安田さんにとってはまだまだやっぱりその前提のところからいろいろこう周知したりとかしっかり理解していってもらわないと時間はかかりそうだなっていう感覚ありますか。いやー、ありますね、全然。まあ例えば、うん、J リーグとかでも多分フィジコの人って多分クラブにね、1人は2人とかドクターは1人2人いると思うんですけど、じゃあメンタルの人何人いるって言ったら、まあ、知らないですけど多分あんまりいないと思うんですよね。そういう意味では、で、そうですね、そういう意味ではまだまだ時間がかかる分野なのかもしれないですね、うん、カナダとかアメリカだとそのプロスポーツ界にも結構広がってきてるんですか。例えば、メジャーリーグとか、あとはそのカナダとかだとホッケーが結構有名なんですけど、僕の前の担当教員はNHL って、まあ、ホッケーのプロホッケーチームのメンタルサポートとかもしてたんで、まあ、そういう意味ではこっちの方がやっぱり、根付いてはいるかなっていうイメージがあります、うん、なるほど。そうなるとやっぱりそっちの情報とかっていうのは知りたいなみたいな人は多分いるでしょうね。プロの方なのかな、うん、育成っていうのはどうなんですか。そっちはまたなんかそのね、思春期だったりとかいろんなこと絡んできそうだなとか思っちゃうんですけど。で、メンタルどういうことですか。育成の、育成の、例えばじゃあそのプロの方はなんかその、じゃあパフォーマンスを最大限に発揮させるトレーニングだったり、うん、そのメンタルコーチがいるっていうのはなんかすごくしっくりくるというか、はいはいはい、なんか最先端なんだろうなっていうのはなんとなく想像できるんですけど、そこに対して例えば、ね、学校だったらスクールカウンセラーみたいな人がいたりするじゃないですか。はいはい、そういうのっていうのはなんかあるんですか、そっちの考え方としてはどう見られてる。スポーツ心理の一応こう2つこう目的があって、1つはやっぱりこうパフォーマンス向上っていうのが1つ大きくあって、もう1つはやっぱりこう選手のウェルビーイングだったりとか選手の満足度を上げるっていうのももう1つのこう目的の1つでもあるんで、まあ、結局別にプロであってもこうパフォーマンス上がってもめちゃくちゃその前不安ですとかって言ったらしょうが、それやっててもしょうがないし、まあ、高校生も結局同じことが言えて、まあ、やっぱりこう満足しながら、スポーツに従事するっていうのも重要、もちろん重要で、でとはいえ高校生もやっぱりパフォーマンス向上っていうのも、パフォーマンス向上しないとやっぱり満足度も上がらないっていうのもありますんで、まあ、パフォーマンス向上っていう目的と、やっぱりこう選手の満足度だったり、ウェルビーイングっていうところを上げていくっていうのも、まあ、スポーツ心理学
の目的ではあるんですよね。両方基本的には達成していくっていうイメージですね。ああ、なるほど。そうなんだ。でもあれなんですね、安田さんは、なんかきっかけはあったんですか、心理学っていうか、そっちに進もうっていうか、そこを研究しようみたいな。で、まあ、最初思ったんですけど、その、まあ、大学生ぐらいの時に、やっぱ考えるじゃないですか、なんか方向性みたいな。はい、どうしよう、今後みたいな。で、やっぱ役に、人の役に立ちたいことがしたいと。おう。で、そうなったらもう直接的には医者じゃないですか、やっぱり。その、人のために役に立つってなったら、お医者さんになるのが多分一番いいと思ったんですけど、うん、多分僕はそうはいかないなと。なんかこう、例えば、なんで笑ってるんですか？なんで笑ってるんですか？いや、お医者さんが一番いいなっていうのが、なんかそんなに付き合いは長くないんですけど、安田さんらしいなっていうか、そんなこともない。まあもちろん素晴らしいね、仕事だと思うんですけど、そんな決まりきった言い方で言われると、そうかなとか思っちゃったり。そっかそっか。いや、なんか当時はそう思ってたんですよ、俺。いやいや、安田さんの中ではですよね。そう、いいんです。それがいいと。そう、20歳ぐらい、やば、汗出てきた。20歳ぐらいの時は、やっぱり人助けっつったらお医者さんだなと思ってたんですよ。なるほど。そう、それで、でもなんか、まあ、要は、僕の、その当時ですよ、当時、そのなんか、マイナスからゼロにする仕事と、ゼロからプラスにする仕事があるなって思ったんです。はいはいはい。マイナスからゼロっていうのは、例えばその困ってる人を助けるとか、うん、お医者さんとか理学療法士の方とか、うん、そうするとなんか僕自身が影響を受けちゃうなと思って、こんなに悲しんでる人がいるとかっていうのが僕のなんか影響、僕の心にもなんか影響しそうで、でそうなった時になんかこうゼロからこうプラスに持っていくような仕事の方がいいなと思って、まあ、スポーツ、自分スポーツやってるし、まあ、スポーツ心理でこう人の成長を助けれるようなことができればいいなっていうのが20歳のぐらいの時に思ったことですね。その時は坊主だったんですか？その時は高校時代まで坊主だったんですけど、やっぱその時は短髪で。やっぱの意味が分かんないですけど。なるほど。ちなみにもうこの時点で寝癖つきますからね。いや知らない、聞いてないんですよ、そういうのは。これですよね、あれロックダウンのおかげで坊主にしたってことですもんね。いや、おかげじゃないですけどね、ロックダウンのせいでですよ。似合ってます、似合ってますよ。あ、そうなんです。はい、じゃあその安田さんが、まあ、そのサッカーをまあやられたこともあって、まあ、このサロンに入ってくれてっていうのはすごくなんかでね、いろんな同級生もいたりとかいろんなことがあると思うんですけど、最初その入ってくれたきっかけみたいなのあったんですか？入ったきっかけはでもやっぱり僕はもう今指導はしてなくて、で、こっちはやっぱり研究の一応エキスパートとしているんですけど、それこそなんか誰かの役に立ちたいって言ったら、やっぱり現場の情報が絶対必要で、現場のエキスパートはやっぱりサッカー指導者の方だったり、現場に立たれてる方だと思うので、そこのやっぱりインタラクションがない限り、人の役には立てないなっていうことですよね。うん。どうですか、入ってみてそのインタラクションありました？いや、いろいろインタラクションって何ですか？インタラクションって何ですか？なんか交流ですよ、交流すみません。交流、はい、やっぱ時差あるんであれですけど、ビデオよく見てるんで、レコードしたやつよく見てますんで、あ、こういうこと考えてんだなとか、
そっからインスパイアされることもあるし、はい、でも現場にあることが、まあ、真理じゃないですか、はい、こっちがいろいろ考えても現場で起こってなかったら、うんうん、その意味ない。で現場で起こってることが全て正解なんで、そこのやっぱり自分の考えと現場で起こってることのなんかこうすり合わせみたいなことはいつもしてますよね、うん、なんかでも僕的にはなんかずっと思ってるのはなんかそのすごく深い理論とか体系化されたやつも面白いんですけど、そのリアルを集めたいなっていうのは、まあ、思ってて、なんかすごい失敗しちゃったなとか、なんかその他のコーチがどんなことを考えてんのかなとか、その別にすごい練習じゃなくても練習の様子とか、そういうのを集めたいなっていうのは最初の方から構想ではあったんですけど、はいはい、まあまだなかなかそこまではいけてないなっていうちょっと思いとか、いやそういうのをなんか上げてもらうっていうのは難しいよなって、今どうしようかなとかって思ってるところもあるんですけど、あこういうこと考えてんだなみたいのは見れてるってことなんですかね。あ、僕は観察してたりしますし、それこそ、うん、前インタビューさせてくださいみたいな、うん、投稿して、実際にこう僕だったら絶対にインタビューできない方にインタビューできたりして、うん、そういう意味でも僕は相当に立ってますけどね。なるほど、はい。ああ、そう、予想は良かったです。なんか、すごい結構心配してたというか、ところもあったので。なんか、あと、すごく覚えてるのが、安田さんが入ってくれて、最初の方に投稿してくれた、なんか、ことが、安田さんがその心理学っていうのも、なんか、僕もちょっとやっぱ心理学に、なんていうかな、ちょっとやっぱり、わかりますわかります。見つからされてんのかなっていう、なんか怖い気持ちがあるというか、あとその心理学でガッと来られると、なんか今までの自分を否定されそうな、なんかそういう気持ちがちょっとなんか、なんていうのか、それでなんかね、安田さんの言ってる意味が全然わかんなかったんですよ。言ってる意味ってわかんなかったっていうか、なんか投稿してくれたら、なんか覚えてるんですよ。なんかそれ、いや、それだとみんな答えてくれないんじゃないかな、みたいなことを言ったり。あ、はい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 。あったあった、なんかありました。僕も覚えてます、覚えてます。はい。でも今だったら、なんかその安田さんのこと結構何回もこうやってビデオ通話させてもらってるし、コーチ居酒屋でも変な話してくれてるし、あれなんですけど、なんかそういうのもなんか新しいというか、そういうとこからこう徐々にまあもうそのサロンの雰囲気とかも多分安田さんも分かってきてくれて、なんかこう、うまいところが見つかれば、なんかすごい一気にグッといくような、だいぶ抽象的というか、言いたいことわかります？言いたいこと多分半分ぐらいしか分かってないですね、今。十分です、じゃあ。どういう、だこっちの言いたいことと、ってことですか。なんかこう、はい、ダメだから、でこっち安田さんです。でこっちが僕みたいな知識のないコーチがいて、はい、でこっち心理学的にはみたいに言われると、いやちょっと怖いってなるんですよ。だけどどっかでやっぱ心理学とかちゃんと知りたいし、そういうのをやったらパフォーマンスが上げられるんだろうなっていうのがあるんです。で多分もしかしたらその安田さん的にも。皆さんどう思ってるのかなっていう、そうピュアな気持ちだと思うんだけど、それが心理学ですよって来られるとうっってなっちゃうから、それをうまくこう、まあやっぱ時間もかかると思うし、安田さんこうやって顔見せてくれることで、みんな安田さんってただのボズな人なんだってなったら、なんかすごくこう近寄りやすいじゃないですか。でそれがこううまく、じゃあそのコーチのリアルななんか思いとか、その練習法こういうことで悩んでるとか、選手がこういうとこで成長がうまく立ち止まっちゃってるとかいうのが、こ うまくじゃあこういうサポートの仕方ありますよとか、そういうのがこう合致すれば、今まではこうなってたのが、クッてやってコッてこう、わかりました。伝わりました、はい、100% 今伝わりましたね。ただその一つ言いたいことは、その僕らはこう見透かすとかっていうのは、まあ、できなくて、その
僕たちが基本的にやるのは、その現場の人の情報をゲットして、でその人の情報からこう、それは例えばその情報をこう組織化したりとか、こういうふうになってたらこうなった方がいいんじゃないかっていうことなんで、あのこう上からっていうよりはちょっと話してもらって、でその情報をゲット、その情報からこう、じゃあこういうふうにやった方がいいよとかっていうイメージなんですよね。なんで、現場の声ゼロで、こういうふうにやった方がいいよっていうのは、絶対僕はないですね。なるほど。はい。後出しってことですね。後出しってことですよね。そうですね。そうですね。なんかイメージやっぱメンタリスト大工じゃないけど、なんか、この目線がこっち行った時にこうとか、例えばじゃあ、選手にもさ、戦おうとかって言うとな、そのあれはなんかそのイージーですとかインタラクティブじゃないですか、ね、よくわかんないですけど、そういうの言われそうな不安があるんですけど、そういうことじゃないってことですね。そう、いやそうですよね。いやそうなっちゃいますよね、うん、ただ、うん、メンタルサポートするときはやっぱりこう、まず例えば選手であれ指導者であれ、今の状況を僕が知らないわけですから、いろいろ話聞きながら、なるほど、こういうふうに、こういう状況が今起こってるから、じゃあ、こういうことをやった方がいいよっていう流れでいつもやってるんで、なるほど、もう頭ごなしにこれやれとかっていうことはないですね。それがだからあれですね、メンタルサポート、個人もチームもでしたっけ、やられてるんですよね、そういう活動ってことか。そうです、今もうだからコロナで やってないんですけど。まあまあまあ。はい、コロナいろいろ、やるかもしれないんです。今年からまた再開するかもしれないですけど、まあ、そうですね、やるとしたらそうやってチームの状況を理解した上で、じゃあこういう状況であればこういうことをやった方がいいんじゃないっていう話ですね、はい、なるほど。そういうのがまたなんか広がってくると面白そうというか、僕らの心理学への誤解みたいな、誤解っていうか印象もう変わってくるかもしれないですね。そうか、今か発見しました、僕もそういう印象があるのかと思って。印象、そうですね、誤解ってちゃんと理解したのが間違ってるってことじゃないですか。そこまで言ってないというか、なんとなくの印象だけで、うん、なるほど、うん、そうですね、確かにと思います。だまあそれもだから含めて、まあ、サロンでも、まあ、なんとなくやっぱ1回じゃ多分絶対無理かなと思うのがなんとなくあるので、まあ、徐々にサロンメンバーの人がこう歩み寄れるような感じに、歩み寄るさっきのお互いのこういうところをなんか見つけていけたらなと思ってるので、引き続きよろしくお願いします。お願いします。というわけで何分結構話しちゃったかなっていう感じですが、次じゃあまあまたセミナーでもたくさん話してもらうので、次なんかこのサロンメンバー紹介リレーみたいのをやってまして、次の方を指名、もしくはまあこんな人でもいいですし、もともと知り合いのこいつを引っ張り出してくれでもいいですし、いやー多分こうサッカーコーチはいっぱいいらっしゃると思うんで、僕みたいなこうサッカー界隈の、サッカーの指導の周りの人とか、でフィジコの方出られたと思うんで、例えば理学療法士とかドクターとか、そこら辺の人とかだといいかなっていう。なるほど。あんま絡むことは多くないですか？いや実はその今後理学療法士の友達と共同研究したいねっていう話もしてて、で例えば理学療法士の人の話とかも聞けたらなと思ってたんで。なるほどね。何全然いなかったらまたそのゲーム分析の方でもいいです。アプリ作ってるゲーム分析の俺森田さんめっちゃ好きなんで
森田さん、でも俺森田さんファン、森田ファンなんですよ俺。いや森田ファンはね、まさしく僕もなんですよ。いやそうっすよね。はい、あの人は面白いっすね。まあまあ、森田さんでもで、とりあえずまあ理学療法士保険で森田さんってことですよね。そういうことですね。わかりました。ちょっと連絡取ってみます。はい、はいはい、すいません、はい、なんかじゃあ一個聞きたい質問とかないですか、その理学療法士の人に。あ、患者さんとこう向き合う上でどういうふうなコミュニケーションを気をつけてるかとか、さっきのと同じで患者さんに合わせたコミュニケーションの取り方っていうのがやっぱり重要になってくると思うので、そういう意味ではなんかそこら辺の情報がゲットできればなと思います。なるほど、ありがとうございます。はい、それ聞いておきますね。はい、保険で森田さんですね。オッケーです。森田さんと俺あんまりしゃべってから多分一回もしゃべってことないですけどね。え、ペジュリー2回でやられましたね、完璧に。あれさん見てた、あれ言ってくれたんでしたっけ。僕多分それこそ時差で多分1時間してぐらいから入ったんで、朝っぱらでしょそっちの。そうですね、なんで直接は喋ったことないと思います。いや、あの人素晴らしいですね。またちょっと引っ張り出そうと思ってますんで、そちらもぜひサロン内でお楽しみください。ちょっとそうだな、まあまあでも、まあ、YouTube もいつかは多分ね、あれだけファンが増えれば。そうですね、はい、まあでもアプリ界もちょっとやってもらおうかなと思ってて、サッカーアプリの、はいはいはい、まあ使い方とかいいやつとか、もちろんあの人スプライザーさんなんで、スプライザーのこともそうですし、はい、ご自身でもなんかアプリを作ってらっしゃるし、まあ、その辺もなんかこれからねどんどん広がってきそうな分野だと思うので、なんか聞けたらなと思ってますので、そっちもぜひ、また高知居酒屋って言ってるこっちの21時の時間帯は、まあ、めちゃ朝だと思いますけど、はい、よかったら参加してください。なんかできるように頑張ります。最後あれちょっとちょうどいいあれですから、セミナーの、まあ、告知じゃないですけど、今度、5月の17日にサロン内 で、はい、でサロン以外の人も一応チケット販売しますので、どんな内容なのかだけちょっと簡単にいいですか、教えてもらって。はい、スポーツ選手のまあモチベーションについて、まあ一つの理論を掘り下げながら、最終的にはじゃあ現場でどういうことに気をつけれるだろうというところまで、まあ一連の流れとして話せればいいかなと思いますので、もし興味のある方がいらっしゃいましたらお越しください。それは今度一つの理論っていうのは、何個かやっぱモチベーションの考え方もあるってことなんですか。もう相当ありますね。あ、で結局まあそうですね、まあ、セミナーでも言いますけど、結局じゃあその90分話したからといってモチベーションを完全に理解したとは言えないんで、ただまあモチベーションを少し理解でしたことにはなるっていう、それぐらいの感じですね。なるほど。じゃあやっぱりあれですね、よくねモチベーション高くいこうとか、なんかメンタル強い気持ちいこうとか、なんか簡単に言っちゃうのは危ないってことですよね。まあ、まあ、かもしれないですね。ですよね。まあ、セミナー来ていただいて。はい。わかりました。ありがとうございます。はい、じゃあ、17日よろしくお願いします。はい、お願いします。ありがとうございました。はい、じゃあ失礼します。